カウェハヨっていうですね、日本にユング心理学というのを伝えた人でですね、京都大学で教授をやってた人 で晩年はですね、非常に優秀なんで文部科学省の文化庁の長官というのをやってた、在職中に死んじゃったんですけども、でこの人が前世っていうのはこういうもんですよっていうのを言ってるんですけども、どういうかというと、この表面式と潜在式、この意識下にさまざまな人格が存在してるんですよということをこの人言ってるんですね。でだけど人格がなぜ存在してるのかっていうのはまだ今のところ科学的に分かってないと。でも存在はしているんですよと。でこのさまざまな人格が存在している、人格というのはジギルとハイドとかっていう、そういう物語の有名な物語になりますけども、ジギルさんが浮かんできてハイドさんがお腹にいたりなんかするわけですね。でそういった人格というのがありまして、で今世に近い人格の部分からですね、情報が、を湧き上がらせるのが年齢対抗療法というふうに呼ぶんですよね。それからこれ以外の人格から、情報を思い浮かばせると、時代も国もそれから人もですね、違った感覚で頭の表面識が浮かんでくると。でこっちもまた時代も国も、あと何か性別もですね、違った感覚で思い浮かんでくると。だから違った感覚で思い浮かんでくるんで、これを昔からですね、前世というふうに呼んでるんですよと。ですから前世が本当にあったかどうかっていうのは分かんないんですけども、ここのところからの情報っていうのはそういったまるで前世のような感じで浮かんでくると、そこで前世療法って名前が付いたんですね。でところが私たちの性格というのはここの部分だけで出来上がってるんじゃなくて、こういったところ全体で今の自分がですね出来上がっていると。ということは年齢対抗だけやっててもですね、一部分しか癒すことができないと。だから前世療法という手段を使って性格全体で性格形成をしてるんで、全体を癒せば自分の性格が良くなりますよっていう感じになるわけですね。で前世なぜこういった人格ができるかできたかっていうのは今のところまだ分かってないんですけど、もしかしたら前世っていうのは本当にあったからこういった人格ができたのか、あるいは、おなかの中にいる頃から大人になるまでの間に徐々にこういったものがですね、何らかの形で形成されていったのかっていうのはこれからのですね、研究によるところなんですね。ですけども分かっているのは、これ全部で今の自分の性格を作っているんで、性格改善をするためには前世療法っていう形でですね、思い出して癒してあげるのがいいということなんですね。でところが最近はですね、魂の肯定を、じゃあ存在を肯定する人たちが増えてきたと。矢作直樹っていう人って聞いたことあります？でこの人は今は退官しちゃいましたけども、東大の集中治療室の教授だったんですね。で集中治療室っていうところっていうのは死んじゃいそうな人を助けてあげるところで、ですから残念ながら死んじゃう人もいれば生き返る人もいると。でそういった人たちを見ると人は死なないっていうことが分かったと。何かっていうと、人間の体は滅んでしまうんですけども、魂はずっと存在しますよと。ですからそういったことを東大の教授という肩書きをここに書いてですね、発表してるんですね。ですから魂はあるということを発表してると。それからこの本はですね、C.A. ウィックランドさんという人が書いた本なんですけども、これは精神科のお医者さんで、統合失調症っていうのを聞いたことあると思うんですけども、その統合失調症っていうのは10歳ぐらいまでの間になってしまう病気なんですけども、そこから後になってしまったっていうのは、この人が言うにはですね、憑依されてるんですよと。肉体を持ってない魂がその人に憑依したんで、そういった症状が起こるんですよというふうに言ってるんですね。でこの人の奥さんがですね、たまたま霊媒体質だと。でそこでですね、統合失調症上の患者さんが来ると、その人にですね、静電気を与えるんですね。そうすると憑依している魂がひょっと飛び出るんです。で飛び出た魂は霊媒体質の奥さんに乗っかるんですね。でそうすると奥さんを催眠状態にしてあげると、その霊とですね、話ができると。それでそのあなたはもう死んじゃったんですよと、死んだ魂が行くべきところに行きなさいっていうのを納得させると、その魂はそのままスーッと光の方に行ってですね、統合失調症状の患者さんの様子が良くなるというような治療法を30年間続けてきた人、でだからその霊っていうのがいるんですよと。でそのなぜその霊が
その死んだのに行くべき場所に行かないかというと、なんか自分がいきなり死んじゃったと、例えばこの交通事故かなんかで、その観光バスかなんかに乗ってですね、運転手さんがあの運転ミスをして自分がいきなり死んじゃったとかっていうと、本人は死んだかどうか分かんないですよね。それからまたあの地震とか災害とかなんかによってですね、いきなり死んじゃったとかっていうと自分が死んだかどうか分かんないと。でも魂の状態になったとしても、なんかその魂に通じる人に聞くとですね、肉体はないんだけども肉体があったかのように生活することができると。でそのでも肉体がある時には自分が持ったら 肉体を使っていろいろ、例えばどっかに行こうと思ったら電車乗ったか車に乗ってってじゃないといけないんですけども、肉体がないとどっかに行きたいと思った瞬間にその場所にシュッと行くことができちゃったりとか、肉体がないと何か自分が、しようと思ったことがですね、いきなりスッとできちゃったりとかする以外は普通と同じなんですね。だから自分が死んでんか生きてんか分かんない状態でずっといると。なので自分と同じような自分が生前あの乗っかってた入っていた、肉体と同じような波動が合うような肉体があるとそこにスッと入っていっちゃう。でそうするとその入り払えた人はですね、魂が2つある状態ほんでやっていくんで、こっちの魂が優勢の時にはこっちの考え方をして、こっちの魂が優勢の時にはこっちの考え方をしてっていうことをしてしまってですね、統合失調症状の症状を示すという感じなんですね。でこのプルーフ・オブ・ヘブンっていう本はあのエベン・アレクサンダーっていう脳神経外科のお医者さんが書いて、でこの人がですね、あの脳にどう言ったか分かんないですけど大腸菌が入ってですね、脳死状態になっちゃった。で脳死状態になっちゃって目も見えない、あの脳も働かない、記憶もできないっていう時にですね、自分のことをお見舞いに来てくれた人が、今日はあの人とあの人とあの人とあの人、その時の日はあの人とあの人とあの人っていう感じで記憶をしていると。だから誰が一体記憶してるの、自分が脳死状態になるのとかって言うと、そうすると魂が記憶してるしかないでしょとかって感じで結論に出したりとか、あるいは死んだ後臨死体験をするとずっと自分がこういうふうにですね、三途の川を越えることをしてですね、その海外の場には三途の川っていうんですけど、そうするとですね、自分を迎えに来てくれる魂がいるんですね。でこれは近しい人が迎えに来てくれるんですけども、誰か女の人が迎えに来てくれる。でもこの女の人っていうのは会ったことがないと、一体誰なんだろうと。でこの人があなたはまだ死ぬべきじゃないんでですね、生き返りなさいとかって言われたんですと戻ってきて生き返っちゃったんですよ。あのまま一緒に行っちゃったら死んじゃったんですよみたいな感じに言ってるんですけども、後で調べてみるとこのビアルサンダーさんはあの生まれてすぐ養子に出されてしまったと。養子に出されたんで自分にお姉さんがいるとかっていうの知らなかった。でお姉さんが先に死んでたんで自分が死んだ時に来てくれたという感じでですね、でそれが分かったっていうことは、その結局その魂っていうふうなものがないとこれは実現できないっていうことで、じゃ魂っていうのがあるんですよっていうふうなことをですね、脳神経外科の立場から本にしてるわけですね。っていうような感じで最近は魂の存在を肯定するお医者さんたちが増えてきてるっていうことで、魂はもしかしたらあるんじゃないでしょうかっていう方向がですね強くなってきてると。それでじゃあ魂があるとしたら、魂というのが私たちの肉体に入ってくるときにですね、人生のプログラムを携えて入ってきて、このプログラムの通りに我々は動いてるんですよと。だから主体が我々じゃなくて、主体はこの人生のプログラムなんですよと。だから車で例えれば、車のボディが我々人間であって、車を運転しているのが魂なんですよと。ロールプレインゲームにしてみれば、ロールプレインゲームのディスプレイ上に映し出されているのが我々で、実際にそのロールプレインゲームのコントローラーをその操作しているのが魂なんですよということなんですね。でそうやってなってくると、私たち人間はですね、常に善人でありたいんですね。ところが魂の立場からすると、善人ばっかりやってると善悪の区別をつけにくくなってしまうと。そこでたまには極悪にもやらなきゃいけないんですよというんで、こういった人生が大変するんですね。で女性の人生ばっかりやってると男性のことが分かんなくなっちゃうんで男性をやるんですよと。エキスポ人ばっかりやってると他の国の人のことが分かんなくなっちゃうんでアメリカ人とか日本人とかやるんですよと。凡人ばっかりやってるとつまんないんで人生にスピリットを持たせるために有名人もやったりなんかするんですよというふうな感じですね。人生にスパイスを効かせるというか、間違えました、これやるんですよって感じですね。
ですからこのこういうふうなことでですね、輪廻転生が行われていると自分としてみたらこういうのが出てくると嬉しいんですけどですね、こういうのが出てくるととっても嫌でですね、ああ自分がこんな感じだったのかと、だから自分は今ついてないんだなと思ってですね、なんか自分を卑下してしまったりするんですけどですね、そうじゃなくってこの過去性の規制にとらわれてないんだと、この輪廻転生っていうのは魂の成長のために作った人生のプログラムをやってるだけなんですよっていうふうに思えばうまくいくんですよってことなんですね。でこの時にですね、このソウルメイトと祖先の意味っていうのがありましてですね、自分の周りにお父さん、お母さん、恋人、上司とかっていうとですね、これは今世だとすると過去世においても前世と過去世と同じ意味なんですけども、このお父さん、お母さん、妻的とかっていうんですけども、仮の話なんですけども、今世のお父さん、今世のお父さん、なんだか知らないけども自分のことをですね、とっても自分に辛く当たると、どうしてこんなに辛く当たるのお父さんというような感じで普段からですね悩んでいたのかすると、で前世療法を知るとなんとお父さんはですね前世ではですね敵だったと、だから今世自分とお父さんは仲が悪いんだなというようなことがここで分かるわけですね。でなんかそれが分かるだけじゃなくて、この想念エネルギーを外しちゃうということもするんで、このところのですね間柄が人間関係を良くすることになっていると。それから恋人、初めて出会った時からなんか昔から恋人のような気がすると、どうしてなんだろうと思っていると前世では奥さんだったりとかですね、だから今世の上司がですね、神々神々がうるさいと、どうしてこんなに上司ってのはいつも神々いるんだろうっていうと過去世でですね神々が言われちゃったりとかするというふうなことの、こういうふうなですね想念エネルギーを外してあげると今世の自分もですね自分自身をしっかりと生きることができるというふうにしてしまうのが前世療法なんですよね。でこの最後の人生の目的なんですけども、この人生の目的、この魂の継承の段階に催眠で戻っちゃうんですね。で戻ると今世の目的が何だったんだろうと、その今世の目的をしっかりと実行するためにどうすればいいんだろうかっていうのが分かっちゃうんですね。で魂っていうのはさっきも見ていただいたように人生のプログラムを達成したいっていうことということは、肉体を持つ前にその肉体でどのようなことをするかあらかじめ決めてきてると、これが運命なんですよ。で運命というとこのように一本道のように感じる人が圧倒的に多いんですけども、実際はですね多くの選択肢の集まりなんですよと。だからこういうふうな感じで樹木の枝葉のようにですねたくさんの選択肢がある、これが運命なんですよと。でこの運命っていうのは前世も含め他の多くの魂との間で今世どのようなお互いにつながりを持つかというのを綿密に計画してきているものなんですね。だからこの催眠療法でですねこの人生の目的、ここのところに戻ればですね、このところで戻れば、ここはこれがどういうふうになっているかというのが分かると。そうすると、今自分はこの道を進んでいると。この道を進んでいくと、こういうことがあって、こういうことがあって、こういうことがあって、こういうことになっていると。でもこれって、良ければこのまま進んでいくんですけど、これだと、なんか、嫌だと。自分はもっと別の道を進みたいって言った場合には、この全体を見てどこに行きたいのというふうな感じで、ここに行きたいというふうなことが分かればですね、ここに行くにはどうしたらいいのっていうのを聞くとですね、こうやってこうやってこうやってやりなさいと、そうするとこっちに移れますよみたいな感じなんですね、浮かんでくるんですよね。でそこで自分自身の今世の目的が分かり、自分は何のために生きているかっていうのが分かって、それをよりよく実行するためにやってるんで、この実行方法が知られちゃったらいいと思いますね。催眠中のことこれができてしまうんですね、実際。